ごめん。今日は牛の焼き肉。めちゃ珍しく牛なんですけど、牛の焼き肉に山椒を混ぜております。でかいな、これ。一口じゃ無理だろうな。まだ炭火焼き。ちょっと非常にくいね。でもまあ、焼き肉大好きなんでね、こうやって食べれるのもいいですよね。今日は雨だと思ってたんですけど、すごい晴天になりました。びっくりするぐらいの夏日じゃないかな天気だったんですけども。では、いただきます。セーフでした。それでは、そこの焼き肉食べます。こうやってね、人食べてる時に、横で見た自分も大変注文するんだったなと思うんでしょうけど、それから初めて見ます。でもね、作家の自分は翔太郎さんか、時代劇もバッチリなんですけども、思想的な、エッセイですよね。エッセイを何本も書いてるんですけども、とにかくあの人はたくさん食べてる人なんですよね。何言われてるの？これきついんじゃないかな。わお。ハロー。サンキュー。じゃあ、早速食べていきましょう。最近はゴーヤーが入ってます。あ、きさー。でも最近ゴーヤーは全然嫌ってないですよ。ちょっと大好きなおかげでね、ゴーヤーの卵料理とかあんまりいつかでも食べれるね。これすかさず玉ねぎいくよ。味もよくして、たまらないですな。もちろん肉もうまいですよ。
오 마이 갓. 食べないと。 そうなんですよね。 なんで豚肉ってさ、こんなうまいのかね。今日は牛だった。牛肉ってこんなうまいのかね。あっさりしてるから、日本人に合うのかな。 それじゃあ、それじゃあ、それじゃあ、 そこの首相は前まで飲みにして仲良くなったんですけど、まあ大型免許持ってた、そのジャンプ乗れば、ジャンプ乗れて心もありますよね。あるいは将来の不安もなかった。 ジャンプ一本で進もう、任務がないと思いますよ。うん、うまかったわ。私が人間の世界にこの世の味がね、幸せに。 先生に見えないまで、やめましょう。
个话。1、2、3。夫婦は人間気のおじいさんになりそう思います。それでは今日もありがとうございました。よろしくお願いします。